はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ3月中盤もお得でいっぱいです。ということで、今週もやってきました、キャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は3月の16日から3月22日までの今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますのでご了承ください。それでは行ってみましょう。 ということで、まずはペーペーからですね、今週のペーペーは大きく3つあります。まず、街角 p ドペーペ y 第2弾ですね、期間は3月31日まででして、キャッシュレッシュ者還元事業の5%のお店であれば20回に1回の確率で、 えー、最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンとなっております。ペイペイチャンスに外れた場合でも最低でも6.5%還元がされるということになります。次にペイペイモールですね。期間は3月31日まで最大で20%還元されるキャンペーンとなっております。そしてペイペイフリマでも最大20%還元されるキャンペーン。こちらも3月の31日まで開催中です。で、先ほどの大きな還元のキャンペーン以外にもこちらの4つも開催中です。まずは対象のスーパーにて5%還元ということで、3月31日まで開催中です。 ま、このキャンペーンは時間指定がありまして、10時から14時までとなっております。ちなみにソフトバンク、ワ Y モバイル、ヤフープレミアム会の方は10%還元となっておりますので、まあ、ぜひお近くのスーパーが対象であれば利用してみてください。次に、対象のクリーニング店で10%還元ということで、こちらも同じく3月の31日ということですね。なので、ま、冬物とかですね、早く出すタイミングとしたらちょうどいいのかなと思います。あとは、伊藤園の対象の自販機にて、最大20%還元キャンペーン、こちらも3月の31日までとなっております。 こちらですね、全国の約4000台ある伊藤園の自販機で PayPay 決済を行ったら還元されるキャンペーンとなってるんですけども、福岡県の福岡市でこの自販機がある場所を知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、僕に教えてください。<laughs> そしてガストでも PayPay 決済して10%還元ということで、こちらもソフトバンクワイモバイル、ヤフープレミアム会員の方の場合は20%還元となります。こちらも3月31日までですね。一応ですね、このキャンペーン使う際にはスマートニュースのクーポンであったりとか、スカイラークグループの公式の アプリとと併用してもちょっとお得ですそして次、D 払いですね。D 払いでは主に3種類のキャンペーン開催中です。今出てるんですけども、1つ目は D 払い生活応援キャンペーン。こちら、キャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば、D 払い D ポイントが5%上乗せされて、合計10%分の還元がされるキャンペーンとなっております。 そして二つ目は飲食店プラス10%還元キャンペーン。こちらも3月31日まで開催中です。そして三つ目は以前動画でも紹介させていただきましたが、D バレー街のお店で10%還元キャンペーンが3月の17日よりスタートいたします。これ間違いないでください。3月17日からスタートですね。こちらですね、対象のお店で期間中にお買い物をしたら10%還元されるので、まあドラッグストアとかコンビニとかで利用するのもいいと思います。あとはですね、D ポイントのキャンペーン、こちらも大きく 4つ開催中です。こちらローソンで iPhone に d ポイントカードを設定した状態で Apple Pay で決済したら d ポイントが7倍還元されるキャンペーンというのが開催中です。このキャンペーンは必ず Apple Pay と言って、えー、お会計する必要があるのでそこはですねちょっとした注意が必要です。まあ、前回のですねおまけ動画でお伝えしたような出来事が起きたりするので、まあ、しっかりと Apple Pay でというふうに声高らかにお伝えしましょう。ローソンではこちらも開催中です。春の d ポイント祭りということで この週はですねまあローソンで対象のお弁当ですとかおにぎりなどの対象商品購入したら D ポイントが30ポイントから50ポイントをもらえたりするのでまあぜひですねローソンによく利用される方はチェックしておいてくださいそしてこちらも松本清で D ポイント20倍のキャンペーンですね期間は3月の31日まででしてこちら上限が1000ポイントまでですが松本清のアプリと併用して利用できるのでこれもかなりお得なキャンペーンとなっておりますまあぜひですね先ほどの D バライの街の D お店10還元 キャンペーンと組み合わせて使うのもいいと思いますあとはこちらも結構お得なんですよね D デリバリー50%還元こちらも開催中です期間は3月31日マンなんですけどもこちら出てるように平日限定となっておりますこのキャンペーンはですね自分が持っている通常の D ポイントとか D ポイント期間用途限定とかで決済しても D ポイントが還元されるので、まあ、これがまた嬉しいんですよねぜひ、まあ、ですねお住まいの近くの地域でデ、まあ、D デリバリーがあれば使ってみるのもいいんじゃないかなと思います ちなみにに僕はすすでにもう2回ほど利用しています次はですね、楽天ポイントに関するキャンペーンですね。こちらは楽天ポイントのキャンペーンで、ファミリーマートで楽天ポイントカードを提示して、楽天ポイントが10倍もらえるキャンペーンがこちらラストの週となりまして、3月の16日までとなっております。まあなので、今度開催される、まあ aupay の20%還元キャンペーンと組み合わせて使うのもいいと思います。次はメルペイですね。メルペイで大きく3つあります。 まず一つ目はこちらのメルペイフィーバー最大50%のポイント還元ということですね。こちらですね、最初のコンビニ、ドラッグストア、飲食店、そして街のお店でメルペイで決済したら最大で50%分が還元されるというようなキャンペーンとなっております。まあ、人によってはちょっと還元率が変わるので、これ公式ページチェックしておいてください。そして今週はご覧のようにですね、ドラッグストアに関しましては3月の21日で終了いたしまして、新たに街のお店フィーバーがスタートします。でこちら3月 31日でででですすすねね対象ののお店にに関しまししままててててはすでに出ていい、まあね、式ページをチェックしてみてくださいそして次、メルペイサンデーですね。こちら3月の日曜日だけ開催されるキャンペーンとなっております。なので、まあ、今週の場合だと3月の22日となっております。ID 決済が可能なところですとか、メルペイのコード決済が可能なところであれば20%分が還元されます。で1決済当たりの上限は500ポイントまでとなっております。あとですね、まあ、先ほどお伝えしたメルペイフィーバーとメルペイサンデー 合わせて、上限が3000ポイントまでとなりますので、まあ、現時点でどれぐらいですね、ご自身還元されているかっていうのを計算することを強く強くお勧めいたします。あとは、ススメルペのキャンペーン、こちらも絶賛開催中でございます。メルペに招待したら500ポイント、そしてメルペに登録したら1000ポイントがもらえます。で、メルペの登録した方は、免許証などを使って本人確認が完了したらポイントがもらえるようになっておりますので、お気をつけください。まあ、ね、先ほどお伝えしたメルペフィーバーとかメルペサンデーとか組み合わせた、とにかくとにかくとにかくお得ですので、 一応概要欄に僕の招待コードを貼っておきます。次、aupay ですね。a u ペイでは3つ大きく分けております。au のスマートパスプレミアム会員の方限定にはなるんですけども、ファミリーマート、そしてローソンにて税込み200円以上のお買い物で利用可能な50円クーポンというのが出ております。で、これはですね、期間中毎週もらえるので、au スマートパスプレミアム会員の方は使ってみるのもいいと思います。 そしてこちらもありますね。a u p y の毎週先着25万枚200円オフのクーポンですね。こちらですね、ローソンにで201円以上のおしゃれで使えるクーポンとなりますので、まあ、ぜひですね、月曜日に、まあ多分午前中とかに配布されることがあるんですけども、まあそのタイミングで確保してる、してみるのもいいんじゃないかなと思います。これはですね、a u p y の20%還元のキャンペーンと組み合わせて使えるので、それもそれで結構お得です。そしてそしてまたやってきます。誰でも毎週10億円もらえるキャンペーン。 最大20%のポイント還元ということですね。ついに明日はステージ2の第3週目が始まります。こちらのキャンペーンは aupay が使えるお店であれば20%還元キャンペーンということなんですけども、先週はですね、水曜日まで持ちこたえたので、もうぜひですね、新記録更新を目指してほしいですね。まあ多分今他のね、ペイ関連のキャンペーンが盛り上がってるので、まあその影響もあるのかなと思います。で、ちなみにこちらは1日あたりの還元ポイントが最大6000ポイントまで、あとは例のごとくですね、 ね。場合によっては当日23時59分で終了する可能性もあります。そして、やっぱり閉めるにはちょうどいいコード決済の y o u t u b e でございます。今回はしっかりと紹介させていただきたいと思うんですけども <laughs>。まず一つ目は、ポプラで使える200円オフのクーポンが出ております。これに4月の30日まで、計3回まで利用が可能となっておりまして、あともう一つ右側の方、ワタミグループで使える2000円オフのクーポンというのが出ておりますので、まあそれぞれポプラですとか、ワタミとか、ミライザカとかそういったお店利用する際には、まあ y o u t u b e で使ってみるのもいいと思います。 そして以前ですね、動画にもさせていただきました、アマゾンギフト券が当たるこちらのキャンペーンですね。 税込みで700円以上 YouTube でお買い物をしたら Amazon ギフト券が当たるキャンペーンというのが開催中でして、これはですね、3月の31日までとなっております。で、最低でも Amazon ギフト券10円からでも当たるので、まあちょっとですね、物好きな方はトライしてみてください。最後に日程だけまとめですね、赤いところに関しましては今週で終了するキャンペーンとなっております。こちら今出てるのがファミリーマートと楽天ポイントの10倍のキャンペーンですね、これが3月の16日までで終了するので、日にち間違えないようにしましょう。そして青 多くなっているところが今週からスタートするキャンペーンとなっております D 払い町のお店10%のポイント還元ということでこれ3月の17からスタートするのでこれもお日にち間違えないようにお願いしますまあそれはそれで見ても今週もすごいやっぱ多いですねまあそんなこんなで今回は3月の16日から3月の22日で開催されるキャンペーンのまとめ動画でしたまあ僕としたらまあこれも先週と同じようにまあ多分月曜日ともし持ちこたえれば月曜日と火曜日は au ペを使う あってで、まだもう少しだけメルペイの枠も残ってるので、まあ、それはそれでメルペイを水曜日ぐらいからまた使おうかなというふうに思っております。で、他のコード決済、まあ、飲食店とかまたプラッと行く際には PayPay ペイペイも利用しようかなと思うので、まあ、大きく aupay とメルペイと PayPay ペイペイをそれぞれまあ使っていこうかなと思ってます。まあ、言うてね、まあ、あの、ロソに行くときも普通に d ポイントも使うので、まあ、言ってみれば4つ使うことになるのかな。<laughs> なので、まあ、うまいことね、使い分けて皆さんもね、楽しんでいっていただければなと思います。今回お伝えした 公式ページに関しましては、それぞれリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました これ最近ですね、あの動画でもちょっとお伝えしたかもしれないんですけども、あの、福岡では超有名な、やばいうどん、もちもちやばいうどんで有名な、うどんのウエストというところがあるんですけども、なんとですね、ここのお店、今まで現金決済しか対応してなかったんですが、この間ですね、ちょっと自転車でこのお店の前通ってたら、まさかのですね、ご利用可能で電子マネーということで、にもか1個かパスもすごかスイカ、 エディ、タントン、ワオンっていう、これがね、全部対応してたんですよね。まあ、全部っていう言い方変なんですけども、まさか電子マネーが対応するっていうのはちょっと意外でしたね。まあ、あ本当ね、これ視聴者さんからの情報なんですけども、ここのお店以外にも福岡は一部の店舗で、まあ、使えるように、電子マネーが使えるように、まあ、ちょっとした実験を行っているということでしたので、ま、あぜひですね、うどんのウエスト、まだまだ、ちょっと九州は結構ね、いろんなところにお店があるんですけども、僕の近くのウエストも早く対応してほしいなと思いました。 ということでありがとうございました。